今日午前六時半ごろ、南ん市し最明で七十四歳の女性が自宅の庭で熊に襲われました。女性は頭などから出血する大けがだということです。今日午前六時半ごろ、南ん市し最明の住宅の庭で七十四歳の女性が落ち葉を拾い集めていたところ、後ろから熊に襲われました。消防によりますと、女性は大けがで頭と顔から出血があり。 左足にも怪我をしているということで、富山市内の病院に搬送され治療を受けています。搬送時会話はできる状態だったということです。被害のあった現場は山合いの地域で、警察と消防、猟友会が周辺をパトロールしましたがクマは見つかっておらず警戒を続けています。